ちの方だ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。我々 CP9 は物心ついた頃より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義6式。たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差を見せてやる。まずいわね、こいつ強いわ。ディアブルジャンブフランバージュシャット、やりやがったな。切り替えがありそうだ。一丁やるか。ゴムゴムのガトリング。これからビビってなんかいねえぞ。そうだ。鬼展開、気を抜けんな。効かねえな。切り替えがありそうだ。鬼大したものだ。俺がゴムゴムのガトリング。これからだ。おいお前、おろしちまうぞ。ムートンショット。くそ。アームポイント確定。路線を見知れ。よし、行くか。ゴムゴムのガトリング。残らず地獄に送ってやる。乱却。もう気は抜かねえ。よし、行くか。ほら、展開。俺が行く。効かねえな。怖くなんてねえぞ。トゥトゥ。ほら。乱却。やるな。おら。たまらんな。効かねえな。俺が
ムゴムのビッバー！でっかい！俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。アームポイント。これからだ。刀の鍵に触れる。残らず地獄に送ってやる。おりゃ！うわ！まずい。あの程度か。俺がゴムゴムのビッバー！怖くなんてねえぞ。鬼！大したものだ。乱客！やるじゃねえか。ボーシャット！ぶっ飛ばしてやる！ゴムゴムの！俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。これで元気になるぞ。おう、助かるぞチョッパー。よし、行くか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピスター。乱客！やるな。二刀流、よい。羅生門。なんだと？俺の方が強い。それだけだ。なるほど、ただのチンピラではないようだ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ！ルフィ！ルフィ！お前、何してんだ！違う！ルフィ！うわっ！行くぞ。アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行する。この男はどうします？さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや、何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。ルフィ、大変だ。ウソップがいない。連れて行かれたんだ。鳩のやつを追ってウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ、お前たち行くぞ。あとは市長邸じゃな。いや、もうあそこには用はない。どういうことじゃ？こいつの口ぶりで確信が持てた。目当てのものはこいつが知ってる。エニエスロビーか。またあの時みたいに敵がたくさんいるのかな。みんな急いで町に戻りましょう。あいつらが町を出る前に追いつけるならそれに越したことはないんだから。
ロビンちゃん、体はもう大丈夫なのか？ええ、もう大丈夫よ。完全に凍ってたんだ。しばらく無理は禁物だぞ、ロビン。ありがとう、チョッパ。心配かけたわね。ロビン、ここにハトのやつが来なかったか？いいえ、来てないわ。どうして？ウソップが連れて行かれちまった。ウォーターセブンから出る前に奪い返さないと。ここに来る途中、町の人が政府の専用の列車が出たと話していたのはそのことね。もう列車は出たのね。じゃあ急いで列車を追おう。待ってルフィ、アクアラグナで海列車は今動いてないわ。どうしよう、ルフィ。アイスのおっさんに海列車を借りよう。それしかなさそうね。もう一度市長邸に向かいましょう。よし、おっさんのところに行こう。ロビン、市長邸で休んでいたんじゃなかったの？私の正体に気づかれると面倒になると思ってそっと抜け出してくるの。そっか、ロビンは最初アイスバーグさんに危険視されていたんだったわね。おい、そんなことより市長邸は町の下の方だったよな。上だ、上。てめえは黙ってついてくれ、いいんだよ。アイスのおっさん、エニエスロビーに来て手伝ってくれ。まあ、いきなりだな。何があった？ルッチに覚悟か。にわかには信じがてえが、いや、信じたくもねえが、狙いを聞きゃ思い当たる節はある。フランキーのやつも連れて行かれたか。俺は仲間を奪い返す。お前ら、サイファーポールのエージェントを追うつもりか。間に合わんな。奴らはすでに海列車でエニエスロビーに向かっているだろう。そして今はアクアラグナが迫っている。まあ、船だと出せんな。頼むよ、おっさん。仲間が危ねえ。フランキーも一緒にさらわれたんだ。確かにな。かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。4年後、生還したフランキーに涙したアイスバーグは師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため図面とともに町から出るように頼む。
だがフランキーは設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ町に残ることを決断するのだった。そしてアイスバーグは市長として、フランキーはゴロツキをまとめる解体屋として、表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。詳しいことは話せぬ、だがお前たちにフランキーを頼んでもいいか。わかった。アクアラグナを超える手段がたった一つだけある。こっちだ、ついてこい。地下道の先に昔使っていた倉庫がある。そこに向かう。そこに行けば鳩の野郎を追っていけるのか。ああ、試作品の海列車が命の保証はできねえしようもな。それでもいい、俺たちは必ずウソップたちを取り返す。こんなお願いをするのもなんだが、フランキーのやつも助けてやってくれねえか。ああ、あいつも俺たちの仲間だ、必ず取り戻す。そうか、ありがとう、感謝する。そこの扉だ。鍵は俺が持っている。倉庫はこの奥だ。まあ、おっとっと。しかし久しぶりにここへ来たな。8年間放置していた場所だからな。悪いが我慢してくれ。しかし、ここまでひどいことになってるとはな。こっちにも変なのが嫌がるし、さすがに管理しなさすぎだろう。この先だ。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさん。少し時間をくれ、調整する。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるかわからねえ。細部まで点検しておいた方がいいだろう。
言ったか。まったく無茶な連中だ。ん？なんだこの音は。いや、声か。お前なのか。俺をここへ呼んだのは。あ、おい、なんだよアイスバーグ。てめえ突然現れたと思ったら何一人でブツブツ言ってやがんだ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい。お前らも手伝え。この船直して海に出すぞ。はあ？ロケットマンを得た君はアクアラグナで荒れる海を越え、四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。え、どういう意味？あなたにとって忘れられない思い出のようね。ええ、とても。そうだったの。世界全部を敵に回そうとも、仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。行くぞ！え、どういうこと？ちょっと、ルフィ！おい、ルフィ！前に来た時より警備が厳重じゃねえか。そうか。まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ。行くぞ。おう。敵が多いわね。さすがエニエスロビーだわ。キャキャ！なんでお前らがこっち側にいるんだよ！後ろに回る。